厚田神宮。厚田神宮は、愛知県名古屋市厚田区にある神社。式内社、名神大社、尾張国三宮。旧社格は、官兵大社で、現在は、神社本庁の別表神社。宮中の四方廃で要廃される一社。神門は、五十七桐竹門。名古屋市南部の厚田大地の南端に鎮座する。古くは、伊勢湾に突出した三崎城に位置していたが、 周辺の感覚が進んだ現在はその面影は見られない。三種の神器の一つである草薙県、草薙の剣を祀る神社として知られる。なおこの県は、鎮座の後も、東南にあったり、草薙県東南事件を参照、片城が、壇の裏の戦いで逸出するなどの受難に見舞われている、天村雲県を参照。諸説あるものの、草薙神県の創始は、 慶光天皇43年、厚田社の創建は、中愛天皇元年あるいは646年、大化2年伝わる。古くは、尾張国、現愛知県西部地方における、地方大社として存在感を示し、中世以降は、政治的、経済的に急速に台頭して、日本第3の鎮守、伊勢神宮、岩清水、八幡宮に次ぐとする意、厚田明神公式、 伊勢神宮に、あ、津ぐご由緒の尊い大社、厚田神宮略記とされるほどの国家的な崇拝を受けるに至る。建物は伊勢神宮と同じ神明造りであるが、1893年、明治26年までは、終わり造りと呼ばれる独特の建築様式だった、境外接者の日がみ姉子神社に終わり造りの建築様式が残っている。 主催神である、厚田大臣について、厚田神宮は、三種の神器の一つである、草薙神剣を、お玉城として寄らせる、天照大臣とする。すなわち、草薙神剣の正体としての天照大臣を言い、言い換えれば、草薙神剣そのものが、天照大臣の、玉城、実体としての、厚田大臣である。戦前までは、主催神を、草薙大御剣神。 厚田神宮略記、1877年、明治10年、天竺草薙追遺骨剣、天摘印草薙の王帆、三剣、厚田神宮略記、1939年、昭和14年などとしながら表現上における正体と、玉城の区別がなされていなかった。ただし、草薙神剣を天照大臣とする捉え方そのものは、厚田明神公式、平安時代末期に、 すでに現れる古いものである。しかし、より古い終わり国風土器一文には日本穂高が宮洲の小目に草薙神剣を手渡す際に自らの経営へ見かとするようにと言い残したとあり、奈良時代には日本穂高を草薙神剣の正体とする見方があったとも言われる。平安時代以降は伊勢の高大神宮内宮の祭神であるアマテラスを 草薙神剣の正体とすることが通説であり、このことで、伊勢と厚田は、一体分身の神を祀る神社であり、日本国を支える二柱であるとさえされてきたのである。愛殿には、アマテラス大臣、スサノーノ村、日本穂高、宮ミヤス姫命、剣刀主ウ命と、草薙県に、縁のある神が祀られている。スサノーノ村は、山田のおろち退治の際に、 山田のおろちの王の中から草薙県を発見し、甘寺寺寺大臣に献上した。甘寺寺寺寺大臣は、その草薙県を天孫降臨の際に、近し近し芸命、に二義の御子に授けた。日本穂高は草薙県をもってエゾ征伐を行い活躍した後、火の宮津の子姫命の,のもとに預けた。宮津の子姫命は、熱田の地を牧場して、草薙県を祀った。 検討書命は、宮洲の小姫命の兄で、日本穂高の江戸征伐に副将として従軍した。演技式の牧三神儀さん、臨時祭や、牧旧新明頂上に、厚田神社一座とあるように、古代までは神権のみを祀っていた可能性が高い。伝承では、都から神権が先座した六百八十六年、市長元年、実際にはおそらく神仏集合の影響が顕著に、 なった中世以降、土曜殿に神剣が、聖殿に御座の神が祀られるようになる。1893年、明治26年に、土曜殿が廃されてからは、本殿に、主神の草薙神剣を呼び合い、殿神の御座が祀られるようになっている。草薙神剣は、須佐野野村が山田のオロチを退治した時にその王から、生まれたものという。古事記、上官に、とむがりの立ち。 つむがりの太ち、鋭利な太ちの美将として登場し、日本初期、巻、第一人代上、第八段一書の一は、元の名を、天村雲剣、天の村雲の剣というとする。一説に、天テ大臣が、天岩屋から招き出された時の例題、いやジロとして、八鷹神共に建て祀られ、後に、山マのおろちに奪われた者のスサノオノソンがそれを、取り返したとも言われるが、 この神権が、スサノーの尊によって、アマテラス大臣へ献上あるいは返還されたことにより、厳然たる、大三日の霊物として、真意を振るうことになる。アマテラス大臣が、天孫降臨の神直を下すにあたってこの神権に、霊魂を込め、心境、やった鏡、神事、やさかにまがたまとともに、ににぎの御事に授けて、以来、天皇家はこれを、法祖の守護。 三種の神儀として宮中に祀ってきた。しかし、第十大寿人天皇の治世に至って、アマテラス大臣の死にがますます盛んとなり、道伝とも床にあるのは、恐れ多いという理由から、豊月入姫命、豊月入姫の御子としてその神霊を、いつきたて祀らしめながら、宮中より出ることになる。豊月入姫命を、三重枝とし、理想的な鎮座地を求めて始まった。 アマテラス大臣の遍歴は、三重大を引き継いだ、山と姫の御子との台に、伊勢国の伊鈴川赤藩の地をもって終焉を迎える。すなわち、神宮、伊勢神宮の創始であり、ここに皇居と神宮の分離が初めてなされることになる。この後、神剣は、伊勢の神宮から、氷上雄、う、上の里、現在の名古屋市緑区大公町下上野山付近を、 さすと言われるを経て、さらに厚田へ、せることになるのだが、この経緯を記すのは、危機や、終わり国風土器、一文、八世紀頃、尺日本記七の他に、厚田神宮に関する最古にして、根本をなす演技として知られた、終わり国厚田太子神宮演技、終わりの国あた大神宮演技がある。本書は七十四年、上岸十六年に、 厚田社別党であった尾張清党により記述され、さらに890年、官票2年10月に国史であった藤原村杉が筆作を加えたものと言わるが、尾張清党、藤原村杉という両名の人物像が不確かなこと、当時代の記述としてはいくつか矛盾をはらんでいることなどから、その成立は平安時代ではなく、鎌倉時代初頭の成立とする説も根強。以下は、 本書による、神剣創始までの経緯である。慶光天皇40年10月2日、慶光天皇の意を受けて、統制の旅に出た三古日本穂高は、途中神宮に立ち寄り、おばにあたる山と姫命からのお、袋と共に、草薙神剣を賜る。さらに、旅を続けて、終わり国の愛知軍に至った時、自重の将であった剣刀主命に誘われ、命の故郷であった。 表上優の館で休息することになった。巫女はそこで、未明麗しい娘がいるのを知り、その名を問うたところ、娘は、剣刀主命の妹で三安姫と言った。巫女は姫を召し出して、千切りを交わし、慈しみ、この地に長く登竜したが、やがて旅立ちの時になり、姫との別れを惜しんだ。やがて統制をなして、 再び表情ゆの館に到着したみことは、宮や姫と再会し、数種の歌を交わすなどしながら、姫との日々を過ごす毎日であった。旅立ちに際して、剣を解き、これを宝物として、持ち床の守りとするよう、姫に差し出した。これから向かう伊吹山に、暴悪の神がはびこるのを懸念する金獣大友剣妃のおみのであったが、みことは剣を止めたまま出発した。 その伊吹山において、美琴は暴風雨にさらされて、心身を痛め、終わり国に戻ろうとしたが、鈴鹿山を越えたあたりで帰徳となり、姫の床にある立ちを忍ぶ時世の歌を演じた後、鈴鹿側の泣かせで見まかってしまう。美琴の不法を耳にした天皇は昼夜を問わずにむせび泣き、美琴の意外を、信の後に葬らせた。この時、巫女は白鳥の姿となって五両から飛び出し、 山和国ごと団、原、河内国式の軍古市里に点々と降り立った後、そのまま天に登っていった。宮津姫は、御琴との約束を違えず、一人で床を守り、草薙神剣を建てつっていた。やがて老いた時、身近な人々を集め、草薙神剣を鎮守するためのシャチの剪定を図った。ある風の木があり、自ら炎を発して燃え続け、 水田に倒れても炎は消えず、水田もなお熱かった。ここ熱田とこうして、社地に定めたという。そして、姫は見まかり、巨宅のあった、表情ゆに、祠が建てられ、日神みや猫天神として神霊が報じられることになる。終わり国厚田太志神宮延期による、厚田神宮及び日神姉子猫神社創建までの、天末は、上記のようである。本書は、日本書をもとして、 古事記や、終わり国風土記を含む多くの資料を引用していと見られており、本書自体に独自性は乏しいと言われる。他方、原点の記述に対して曲解がほとんど見られず、忠実な引用がなされているとも言われ、成立は、鎌倉時代であっても、内容そのものは、平安時代もしくはそれ以前のものとしての資料的価値を有するとされる。そして、何より、検討主のに、 表情優の館へ案内されたこと、ここで宮洲姫と出会い共に日々を過ごしたこと、統制の北に再び表情優に立ち寄ったことなどは、本書独特の記述であり、とりわけ草薙神剣を預かった宮洲姫が、戦国によって、厚田を創始の地に選んだとする記述は、天照大臣の神器が天皇か、伊勢神宮を経て、厚田にもたらされたことを示し、厚田神宮が、 その尊貴な正当性を講示する重要なポイントとなっている。ただし尾崎筆也が指摘するように、終わり国厚田太史神宮延期では社地に選んだち、厚田がなぜ厚田と呼ばれるようになったのかという説明がなされるだけで、社地を定めたは、良いものの社地がいつ創建され草薙神剣がいつ、そちらに遷座されたか、あるいは、社地の創建や遷座そのものがなされたかどうかが記されていない。 また、御事なき後姫が、草薙神剣を守り報じていたところ、すなわち仙座元も、実は曖昧な記述になっている、厚田であったとも、氷上優であったとも記されていない。こうした、終わり国厚田太志神宮演技の不明瞭さを、補うのが後年に登場する、各種演技や司所となる。厚田神宮は、創始1900年目にあたるとされた2013年、平成25年に、 宗師1900年大祭を執行しているが、これは宗子年を慶光天皇43年、西暦に換算すると113年に当たるというとした、中世、厚田大神宮御鎮座次大本里などの説に基づいたものである。ところがこの宗子年についても、近代より、まちまちに言われ、慶光天皇43年とする説の他に、同41年、 同四十九年などとする説も生まれた。慶光天皇四十一年は、厚田宮、旧期、千六百九十九年、元六十二年などに見え、その根拠は定かではないものの、明治時代に至っても、角田忠之が採用していた説である。日本穂高の御両とも言われた。白鳥御両、白鳥古墳において、毎年四月八日に行われていた祭典は、日本穂高が、 慶光天皇四十一年四月八日に没したとする伝承に基づくものであった。慶光天皇四十九年は、上記の厚田大神宮御鎮座次第本義が一説として、紹介している年で、江戸時代には、天野貞影らが支持した説である。終わりにあった神権が一度は、伊勢に戻され、象直により改めて終わりに届けられたという、時間的ロスに伴う年代の繰り下げである。 ところで、草薙神剣の創始と厚田神宮の創建とは、年代が異なることについて、角田忠之が注意を喚起している点は興味深い。慶光天皇43年、もしくは41年、49年は、草薙神剣が、宮洲の昆芽によって創始された初年を指すのであって、厚田神宮の創建はずっと時代が下った、中愛天皇元年であるとも646年。 大化二年であるとも言われる。尾張氏は、尾張国氷上宮開始聖伝本義にある、宮洲の子姫命の死去年を、中愛天皇四年とする記述に着目し、天皇の在位期間や、宮洲の子姫命の年齢などを様々に勘案した、上で、草薙神剣が、尾張国にもたらされた、草薙神剣が、日本穂高から、宮洲の子姫命に預けられたのが、慶光天皇四十年、 姫の年齢は十五歳ほど、草薙御県の創始を、慶光天皇四十三年、姫の年齢は十八歳ほど、老姫が、草薙神剣の先座地を厚かに、占い定めしたのを、西武天皇年間末から、中愛天皇元年、姫の年齢は九十二歳ほどであるとみなした。老姫はこの四年後に九十六歳ほどで死去することになる。 津野田もまた、日本穂高の死去からおよそ80年間、草薙神剣は、尾張国像の神床において、宮洲の小姫命に放祭されてきたことを指摘する。片や、首長官府、平安時代末期頃か百646年、大化2年5月1日に、厚田大明神の託戦によって、草薙神剣が、愛知軍営、先松島紀領村、江崎松、 この島旗屋野村に移されたと記す。厚田忠し縁はこれを補強し、慶光天皇41年に草薙御軒が表情優にもたらされ、やがて置いた宮津の拝目によって松島に社が建てられ、草薙神経が治められ、646年、大化2年に終わり中命という人物によって、愛知軍会先企業村、江崎旗屋野村に先座されたという。 大宮寺職は代々尾張国造の子孫である尾張氏が務めていたが、平安時代後期に尾張縁職の外孫で、藤原南家の藤原と実にその職が譲られた。以降は、子孫の藤原南家藤原氏、千秋家が大宮寺、尾張氏は県宮寺を務める。なお、この、富みの娘は、源頼朝の母、由良御前である。また、とみの幼女、陣孫は、 足利義康、足利氏の祖に嫁いでおり、足利氏にもその血脈を伝えている。街道記には、厚田の宮の御前を過ぎぐればとあるほか、東関帰港に、尾張の国厚田の宮に至りぬとある。また同書には、と記載されている。戦国時代に、織田信長は、桶狭間の戦いの前に戦勝を祈願して見事に、勝利を収めた。江戸時代は、当社周辺に、 東海道五十三時の四十三番目、宮宿が設けられ、当地から桑名宿への7里の私が運行されていた。また、東海道名所図に、厚田大宮宮と記載されている。幕末から明治にかけての1868年、慶応四年6月に神宮王を宣言されて、厚田神社から厚田神宮に改められた。1871年7月1日、 明治4年5月14日の近代社格制度の制定により、厚田神宮は、官兵大社に列格した。厚田神宮には、三種の神器の一つを祀っているから、伊勢神宮と同格であるべきだという主張があり、同年7月には大宮寺、千秋貴福が、伊勢神宮に準じた大宮にいる政府に請願した、ものの、この請願は、却下されている。ついで大宮寺となった。 津田忠之も同様の誓願を続け、1889年、明治22年までに伊勢神宮に準じた神寺直風、剣宮寺設置などが認められた。それまで、厚田神宮は終わりつりという終わり地方特有の建築様式で建てられていたが、1889年、明治22年、伊勢神宮と同じ神明作りによる社殿の造営が計画された。また、 厚田神宮の国への働きかけにより、1890年、明治23年9月、社格を離脱して、伊勢神宮と同格にする、旨の直令案が、閣議に提出された案の段階では、厚田神宮を、尾張神宮に解消する事項を含まれていたが、これは外された。しかし、この直令案は否決され、厚田神宮の社格の件は、従前の通りとすることとなった。 その背景には、伊勢神宮の反対があったという。神明づくりによる社殿の造営は進められ、1893年、明治26年に竣工したが、この社殿は太平洋戦争の空襲により消失した。1945年、昭和20年の終戦直前、神体である草薙県を守るために、平一宮水無神社への一時的な潜座が計画されたが、 同年8月15日の終戦により一時中止された。しかし、今度は上陸したアメリカ軍に身体が奪われる。恐れがあるとして、同年8月21日、陸軍の協力を得て計画通り身体が水無神社に移された。同年9月19日に、厚田神宮に戻されたが、その時にはすでに陸軍は解散していたため、神職が鉄道で移動した。社殿は、 伊勢神宮の式年遷宮の際の雇用材を譲り受け、1955年、昭和30年10月に再建された。新しい建物のため、指定文化財ではない。は、還元事項。境内には本宮をはじめとして、別宮1社、拙者8社、末社19社が、境外には、拙者4社、末社12社があり、合わせて45社、本宮含むを祀っている。 6月5日の例祭、厚田祭り、勝負祭とも称されるを、最大規模の祭事とし、年間を通して、以下の祭事が行われている。転居、2000年までの指定物件については、国宝、重要文化財大前別館、所有者別総合目録、名称創作員、統計資料、毎日新聞社、2000による、と書きは、現代式表記に改める。他に、 旧国宝建造物の会場門と鎮光門があったが、第二次世界大戦時の空襲で消失した。厚田神宮にかつて門前町があり、賑わっていたことから、伊勢のおかげ横丁のような賑わいのある門前町を厚田神宮付近に再現する計画で、2011年から構想があった。河村隆名古屋市長も、2017年4月の市長選で、 ア田タク横丁の整備を公約で掲げていた。東門駐車場、約300台、南門駐車場、約60台、西門駐車場、約40台がある。ただし、採点行事などで駐車が制限されることがある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。